東急8000系電車、東急8500系電車、東急8500系電車は1975年に登場した東急電鉄の通勤系電車。1975年から1991年にかけて400両が製造された。本校ではインドネシアの鉄道会社である BT、ケレタ、ABI、 PT イコミューターやボデイテベックに売却された車両についても記述する。東急では1969年から当時建設していた地下鉄新玉川線向け車両として地下線化再対策基準 AA 基準を満たした8 0 0 0系を東横線に順次導入した。その後渋谷駅から都心方面に直通運転を行う予定の地下鉄 半蔵門線への乗り入れにあたって、東急、低都高速度交通営団共通の車両規格が作成された。この規格に合致させるため、路線識別用の赤帯の調布、聞き取り扱いの変更、及び電動車比率の向上による先頭車の、電動車化などのマイナーチェンジを図った、本形式を新玉川線、半蔵門線向けとして1975年から、 導入することになった。本系列は8000系のマイナーチェンジ車両であるため、登場時は8000系の一部として扱われていたが、その後増備が進むにつれて8500系と呼ばれるようになった。現在でも、抗義の8000系と呼ばれるグループに含まれる。1979年から始まった、田園都市線から新玉川線。 半蔵門線の全列車直通運転による運行範囲の拡大や増発及び編成量数の増強に伴い1991年までに400両が導入され東急の系列として最大の量数を占めていた。また2003年から開始された田園都市線、半蔵門線東部伊勢崎線、日光線の三車直通運転により 運行範囲が広がった。1976年に、東急としては初めて鉄道とものカイローレール賞を受賞した。8630回以前の各編成には、受賞記念プレートが設置されている。8000系とほぼ同一のオールステンレス車体で、1981年度分として導入した車両からは、バッド車の技術をもとに、東急車両が独自に開発した。 軽量ステンレス車体を採用して軽量化を図った。この車両は8631回以降の全車両と8630回以前の一部の中間車にも組み込まれている。前面は8000系より 150mm 高い高運転台構造となり、正面窓が小さくなったほか、行き先表示膜の左側に種別表示膜、 右側に運行番号表示幕をそれぞれ設置した。また、半蔵門線乗り入れ規格に基づく路線識別体として、東急のステンレス車では初めて先頭車の前面に、東急のシンボルカラーと警戒色を兼ねた赤帯を入れて登場した。この赤帯はそれ以降に登場した同社の心臓車両にも普及し、従来車も1989年以降、 導入されるようになった当初は、小田急急線系電車に似た全面デザインも計画され模型まで製作された。だが、霧妻以外は考えるなという東急の方針により、全面が平らな霧妻の形状になった。なお、当初は、急線系が仮の形式称号だった。レハ8700.8800型は、 8 7 9 9 8 8 9 9号の次が0700800イと変則的な番号が付与されている。これは東急の車両管理システムでは車両番号を4桁で管理しており、5桁への対応は大規模な回収が必要になるため、それを避けるためこの不番になっている。8000系の電動車と付随車の構成は6両編成時で、 4M2T であり、旧新玉川線には対応していたが、半蔵門線の急曲線、急行バイク間において故障した、先行列車を救援するには、電動車比率を向上させる必要があったため、本系列は5両編成時に 4M1T、6両編成時に 5M1T、8両編成時に 6M2T、10両編成時に 8M2T とされた。 電動車比率向上及び半蔵門線で使用される誘導無線アンテナを設置する中間付随車が必要とされたため制御車を8000系の付随車から本系列では電動車に変更し中間付随車を新たに設定した中間電動車は8000系のデハ8100系、デハ8200型にそれぞれ相当するデハ8700型と デハ8800型とした。電動車のうちデハ8500系及びデハ8700型に制御装置を搭載し、タイとなるように隣接して連結したデハ8600系、またはデハ8800型も一緒に制御する。ただし、編成の都合で、電動車の両数が奇数となる場合は、デハ8500系及び8700型が単独で、 連結された。8000系と同じ境地直派制御車だが、1989年に計画していた、本系列の VVVF インバータ制御への更新、及び増発用の新型車両導入に向けた、試作車として、同年に2両が、VVVF インバータ制御に改造された。その後、1991年度増備車のうち2両は、 VVVF インバータ制御が採用され、8642回に組み込まれた。8642回には境地直パ試作型の VVVF インバータ、量産型の VVVF インバータと一編成で3つの異なる制御装置を搭載している。なお、2003年から本系列の東部線乗り入れが始まったが、8642回は、 東部での乗務員教習の手間を少なくするため、東部線へは乗り入れなかった。このため、前面には、東部乗り入れ非対応編成であることを示す、K マークが重複されていた。電動台車は 8000K と同じ TS-807、型を採用した。また、付随台車は、同系列では、パイオニア 3K の TS-708K で、あったが、 バネ下重量の軽減のため、本系列では、電動台車をベースとした TS-815 型を採用した。頭部乗り入れ非対応の車両の無線アンテナは2本、乗り入れ対応車両は、無線アンテナが3本装着されている。フルカラー LED 車の全面種別、行き先表示器は、落成当初とは違うものになっている。落成当初は、 字幕式で日本語表記のみであったが、1990年の半蔵門潜水店宮前駅延伸時に水店宮前行のみ、英字表記が追加された。また、一部編成で英字兵器に変更されている。当時の英字は大文字小文字で表記された。1994年より8603回を皮切りに LED 式への改造が施行され。 戦術の英字兵器に交換された編成にも、施行された。このフォントは当初は妙長体であったが、2003年3月19日の、半蔵門船押し上げ開洋と東武船乗り入れに、伴い表示機のロムを交換した際にフォントを、視認性の良いゴシック体へ変更し、同時期に、字幕式で残存していた8606回、8607回、8610回は、 英字を大文字表記とした、新幕へ変更した。また、側面にも、英字表記が入るようになった。8616回は、行き先表示器が2005年3月26日より、その後8634回から8636回、8638回から8641回が、従来の三色 LED から、フルカラー LED に変更されている。 ただし、8616回8634回から8636回は三色 LED に戻されている。8606回は 8500K の中では、最後まで字幕式行き先表示器を装備していた編成。この他に8607回8610回が、廃車時まで字幕式で残存していた。 8638回から8641回は大井町専用であり、前述した半蔵門線延伸などには関係がなくロムの交換を行わなかった。したがって三色 LED 式行き先表示器のフォントは明朝体であった。このうち8640回と8641回は前面のみ膜式で、側面は LED 式であったが、 電園都市線直通急行に対応するため、検査入場した際に、前面も LED 化して出場した。現在では、大井町線の8 5 0 0系には、フルカラー LED が採用されており、同線を走る、全車両での確定表示化と視認性を向上させた、ゴシック体への変更が完了している。8 0 0 0系と同一の客室であり、腰掛けは8人掛けで、園児職。 ベージュ系の化粧板、床材、天井は、冷房機と扇風機がある。登場時より、冷房装置を搭載するが、地下鉄新玉川線用に新造された一部の車両は、冷房準備車として、冷房を搭載せずに登場し、後に冷房化された。8608階には、米、キューバッド社の協定プレートが取り付けられている。 1981年の造備車より8090系の改良点を取り入れ、座席を7人掛けに短縮、仕切りパイプの形状を変更、2棚がパイプ状から網状となった。網棚については、従前の車両も後に網状へ改造された。8636階まではこれらの造備車が必ず含まれる。 1986年以降に登場した8637回以降の編成単位で導入された車両では、9000系に準じて天井に補助送風機として、スイープファンを設置、冷房装置の能力を1万キロカロリー、H2、増大、7人掛けの腰掛けへ中仕切りを追加、腰掛けの二色化、電動ワイパー、電子ホーンの新設など、仕様が変更されている。 腰掛けの二色化は1988年頃、従来の車両に対しても行われた。従来の車両には、中仕切りがないため、マルーンオレンジとコントラストを抑えた配色が、使用された。8639回は補助送風機が、試験的に改良品に交換され、8642回、9 0 0 0系9 0 0 2回以降で、本格的に採用された。 所属は、前社長津田建区である、東急8500系電車、編成表を参照。1975年に、当時の田園都市線に4両10本が投入された。この時の編成は、3M1T となっていた。後に8500系の中間車が増備されると、中間に組み込まれていた8000系は、東横線などに戻り、1987年に、 混成編成は解消した。翌1976年に増備された編成は、サハパス1900型に変わり、M2 社であるデハ8800型が連結された前、電動車の4両編成となった。これは、サハパス1900型に搭載する、大容量製紙ケインバータの開発が間に合わず、補え器を搭載したデハ8800型を、組み込んだためである。 その後、同年に実施された、田園都市線の五両化に伴い同線で使用された、編成は、すべて五両とされた。この時に増備された一部の中間車は8000系の、編成に入っていた。なお、五連化された編成は、編成替えなども含めて1977年開業の、新玉川線系統とは別の運用についていた。 1979年8月12日以降の半蔵門線、新玉川線と田園都市線の運行系統一本化により、現在の大井町線区間にあたる大井町駅、二子玉川園駅間には入らなくなり、新玉川線、田園都市線向けに大半の編成が6.8両化され、一部の編成が東横線に移籍した。 8 5 0 0系は1978年から1988年頃まで英断半蔵門線に貸し出された。外見上の区別がつかないが、車内のドア上にある路線図が英断のメトロネットワークだったことと、車内広告に英断地下鉄の広告が採用されていた点で区別ができた。東横線で運用されていた8642回。 側面方向膜が使用されている。東横線には、先行して新玉川線開業用の車両が導入された。その後、同線開業用車両はさらに増備され、1977年4月7日の同線開業まで暫定的に東横線で使用されることとなる。この時に本系列のみでは必要車両数を確保できなかったため、 1976年から8 0 0 0系に前述の車両を企画に対応させる改造を施した。これらを本系列の中間に組み込むことにより必要車両数を確保した。なお、これらの中には中間車の代用として8 0 0 0系の先頭車にフォローを装着したものが登場した。中間車代用の先頭車については1982年の 中頃に解消されているが、8000系の中間車は1988年頃まで使用されていた。新玉川線開業用以外のもので、東横線が新生治配属になっている編成は以下の編成になる。東横線系統では、主に急行運用で使用された。ただし、6連で在籍していた車両は、1980年の 急行7連化に伴い確定運用が中心となった。1982年の急行8両化以降に在籍していた車両は、8連口は主に急行で使用されたが、各駅停車が8連に増強された後は、各駅停車でも運用された。また、1985年に7連で増備された8634回は、各駅停車のみ運用していた。 電園都市線で使用した側面方向膜は確定運用は未使用、急行運用は急行表示しかされておらず行き先は表示されなかった。8500系として最後に製造された8642階は電園都市線ではなく東横線に申請投入されており、東横線系統の側面方向膜を用意して使用された。9000系が登場以降は 転属が進み、1989年までに8500系は、東横線から撤退している。編成表は、東横線に在籍していた、編成の編成表を参照。1977年4月7日の新玉川線、開業時に、東横線から6連11本が転用された。ほとんど近く間での運用となることから、大半の編成が、 冷房準備車だった。1986年に投入された8638回プラス 8639F8640 回プラス 8641F は、田園都市線と大井町線で予備車を共用できる、用5両編成プラス5両編成で製造され、しばらくの間大井町線でも使用された。そのため、 この4編成の乗務員室ドアは普通の編成と違う仕様になっている。大井町線運用には主に8640回プラス 8641F を充当し、大井町線用方向幕戸越公園駅、九本仏駅の両駅で使用するドア冷扱いスイッチを装備しているほか、田園都市線の ATC 化後も、等急型 ATS を損置した。なお、 大井町線運用のほかに、子供の国線用7 0 0 0系ワンマン運転対応者が、検査入場した際にも通満運転で代走する、こともあった。2003年3月19日には、半蔵門潜水店宮前駅押上駅間、延伸及び道線と東部伊勢崎線、日光線の相互直通運転が開始された。田園都市線と半蔵門線は、従来から、 相互直通運転を行っているため、田園都市線所属の8500系は、田園都市線から、半蔵門線、東部伊勢崎線を介して、東部日光線の南栗橋駅まで乗り入れるようになった。また、2006年3月18日からは、伊勢崎線の久喜駅まで乗り入れるようになった。この東部線直通に際しては、当初8500系全車に、 東部専用保安装置の追設で賄う予定だった。しかし、その後バリアフリー対応を推進していく方針となったため、2002年5月2日から2003年2月21日にかけて新型車両の5000系が投入されることとなった。これにより8601回8602回が廃車。 5両編成プラス5両編成の8638回プラス 8639F8640 回プラス 8641F が5両編成ずつに、分割の上で大井松線に転積した。 大井町線に転籍した8638回プラス 8639F8640 回プラス 8641F は 8000K の8045回から8051回を置き換えた。また、同線転籍時には、先頭車の貫通ホロと A 段 ATC を撤去した。パンタグラフは当初、ひし形のままだったが、後にシングルアーム化された。 電園都市線に引き続き残った車両は、回収費を抑えるため、8603回から8614回を呼び、VVVF インバータ制御装置を搭載した8642回を、除いた8615回から8637回に、東部線直通対応の回収を行い、相互直通運転開始に備えた。その後、5 0 0 0 6度ア車導入による、 車両不足を補うため、2004年度には8613回と8614回も、東部線直通対応とされた。改修対象から外され、東部線直通非対応となった編成は識別の、ため非常扉に、丸囲みの、K のシールが重付された。大井町線所属車両に貼り付けられた、ご情防使用ステッカー2006年3月18日の、 ダイヤ改正からは、伊勢崎線久喜駅までも乗り入れが行われるようになった。また、このダイヤ改正から、東武線非対応編成は、平日の朝ラッシュ時のみの運用となり、日中運用は、わずかとなった。しかし、生産運転の絡みで土曜、休日の押上業、または、清澄白川業として、東武線対応編成に代わって、運用に入ることもある。 その機会は、昼間より、夜間の方が多く、運転本数は1往復程度だったが、2008年3月28日のダイヤ改正から、土曜、休日の東部日乗りれ編成の運用が復活し、3 6三3 7系は、朝のみで3 8系のみ終日運用が組まれていた。なお、2009年6月6日のダイヤ改正以降、 と、休日ダイヤでの東部線非直通運用は、朝の A34 系と夜の P35 系のみとなっており、終日運用の東部線非直通は、平日の44系のみとなった。大井町線所属の五両編成は、2006年3月18日から、土曜、休日の大井町線田園都市線直通休行に、使用されるようになった。 この直通急行設定に際し、五条防止策として、正面の帯路を赤色から赤色を黄色のグラデーションに変更し、同時に貫通扉の帯の下部に大井町線を表す認識ステッカーが重複された。なお、大井町線内での急行運転は2008年3月28日のダイヤ改正より開始され、大井町線直通急行もすべて大井町線の 急行用車両である新6000系で運行されるようになった。なお、大井町線所属8500系は8638回を最後に運用から退い添いた。1997年から2001年にかけて老朽化した車両の車体、車内更新工事が施行されたが、その後は5000系による車両の置き換え計画が発表されたため、全車に施行されることなく、 工事は中止された。本系列は8000系のように編成単位での施行ではなく、編成中で計量が前退化される前の12次車までが対象だった。工事内容一部車両は、車体、車内更新を同時に施行したものも存在している。また、更新工事とは別に、交通バリアフリー法対応の関係で工事を施された編成も存在する。 更新工事施工時期以外には以下の改良が行われた。その他にも機器の部分的な更新が行われている。東武鉄道への直通営業開始を前にして2002年末期から2005年度にかけて一部の編成を対象に先頭車全面下部に配送機の設置工事が施工された。設置工事の施工時期の違いなどにより、工術のような仕様の変更が見られる。 2018年3月現在、スカートが装着されていない編成は8,606回のみである。2002年度2003年度いずれも、編成単位で両戦当車同時に施行された。2004年度必ずしも、東武線への直通を意図しないものとなった。また、スカートの形状が変更されている。2005年度大井町専用の編成にも装着した。 2007年8月から下り方戦闘車のスカートの右上部が切り取られた編成が登場した。これはジャンパ線の形状が変更されたためであり、8613回以外のすべてのスカート装備編成が切り取られた。2019年頃より車内の防犯カメラ設置が行われており、本系列では車内照明と一体型の防犯カメラが採用されている。 なお、既存の車内照明は、蛍光灯のままだが、防犯カメラ一体型のもののみ、LED 照明である。5000K の導入や 8590K、2000K の転属により、2003年から置き換えが開始された。廃車時期は、以下の通り。5000K は、電園都市線に35編成が導入される予定だったが、18編成で導入は打ち切られ。 統計式は38編成中24編成が引き続き残存することとなった。2017年3月、東急電鉄は電園都市線に新型車両2020系を導入することを発表した。これに伴って統計式の残存24編成も2022年度までに置き換えられることとなり、2019年より廃車が発生している。 現在までに運用を離脱した編成と時期は以下の通り。大井町線で運用されていた編成も、田園都市線への2 0 2 0系導入に伴う2 0 0 0系の転属によって以下の通り廃車された。離脱した編成の経年の浅い車両を他編成に組み込む、蘇生変更が行われた。なお、の3両は更新車と同様に座席の中央に、 スタンションポールが取り付けられた。2005年から廃車になった車両の譲渡が行われている。長野線を走る8500系、一部の編成は中間車の先頭車化が行われた。2005年度に6両部品取り車2両の計8両、2006年度に6両、2008年度に6両が、それぞれ長野電鉄に譲渡され、同車の8500系として使用されている。 上渡先に合わせて、軌道加速度は低めに設定されている。なお、上渡は2011年度まで行われる予定であったが、初般の事情により中断された。2005年度に、伊豆急行へ一両が上渡され、同社の8000系として使用されている。同系全45両中唯一の元等級8500系であるが、 これは 8000K の区波8049と組んで2両編成化の試作車として2004年11月に先行改造されていたものを2005年に追加改造を施行したものである。秩父鉄道に譲渡された8 5 0 0系、中間車の先頭車化が行われた編成も存在する。2008年度に秩父鉄道へ8両が譲渡され、このうち6両が 同社の7000系として使用されている。2006年度に8両編成3本、2007年度に8両編成2本、2008年度に8両編成2本、2009年度に8両編成1本が、インドネシアの鉄道会社である PT、ケレタ、ABI、PT、ケレタコミューターインドネシアに譲渡された。風井館内での冷房深く駅停車。 コミューターラインに使用されている。改版は行われていない。2009年に譲渡した8613回のみ、PT、ケレタ、API の通勤鉄道事業を分社化した、PT 課税導入となっており、ジャリータという愛称が付けられている。なお、譲渡後不具合を起こし、長い間旧車になっていた8613回は、 旧車の間に部品取りが進み復旧が困難になったため、2014年9月に廃車となった。現在、老朽化で一部編成が廃車に発生している中、現存者はすべて課税所属となっている。2020年5月に廃車となったデハ8606.8506が、東急テクノシステムで生体保存されている。今後は、研修や、 技術伝承を目的とした利用がなされる予定となっている。ありがとうございます。